Bonsoir, bonjour, PAP, n'oubliez pas de mettre le pouce, abonnez-vous, partagez sur vos RS, et de laisser un commentaire sous la vidéo pour le... Sont deux l'an deux. しかしこの世界は本当に広いですな。乗り物がなかったらと思うとゾッとしますぞ。昔はもっと広かったのに乗り物なかったけどな。文明が世界を狭くしたのだ。いろんな意味でね。以前は人の往来の多い地域だったが、今ではすっかり寂れてしまったな。整備されていた道はなくなり、代わりに危険な生物が増えた。人間が減るのも考えものじゃな。水が戻ったらまた増えるんじゃね。あの上、なんかありそうじゃないか。高くジャンプできる乗り物でもあれば届きそうだな。よっしゃ。
サンドランドの外は海だろ。そこから水を持ってくるのはダメか。くそ、何もかもうまくいかん。どうしたんだおっさん。ん？お前魔物か。おう、見ての通り悪魔の王子ベルゼブブ様だ。魔物にまで出くわすとはとことん星回りの悪い日だぜ。王子に舌打ちとはふてぶてしいやつですな。あのさ、悪魔の王子だぞ、もっと怖がれよな。俺はハンターだ。次にハントしようとしている下次竜に比べたら魔物の子供なんて可愛いもんだ。ハント？下次竜を？やめといた方がいいぞ。あいつには俺でも勝てないぜ。お前と一緒にするな。俺にはこれまでの経験をもとに作った下次竜攻略本がある。へえ、ちょっと面白そうだな。俺にも見せてくれよ。下次竜を倒す方法、本当なら私も知りたいな。そいつは無理な相談だ。攻略本を隠しておいた洞窟は入り口が崩れて入れなくなっちまった。どうして持ってんならお前が行って取ってきてくれ。本を持ってきてくれりゃ好きなだけ読ませてやるし、謝礼も払う。しょうがねえな。なあ、強い敵に出会った時、おっさんならどうする？そうだな、まずは相手をよく観察するだろう。動きや弱点を見極めれば効果的に攻めることができる。よっ、観察ね。今度試してみるか。ほった、うっしゃ。この辺りはどういう地域なんじゃ？いくつかの町と国王軍の基地、それと野党のアジトがあったはずだ。国王軍に野党か。なかなか厄介そうじゃな。その通りだ。気を抜かずに進もう。人間たちってどうやって生活してるんだ？洞窟ってあれか。ひびが入ってる岩は壊せそうだけど、素手じゃ無理か？戦車の砲撃ならなんとかなるかもしれねえな。よっしゃ。下次竜攻略本ってもしかしてあれか？よっ。ほい。
かしこの世界は本当に広いですな。乗り物がなかったらと思うとゾッとしますぞ。昔はもっと広かったのに乗り物なかったけどな。文明が世界を狭くしたのだ。いろんな意味でね。おお、本当に持ってきたのか。助かったぞ。こいつはシャレだ。しかし本当に災難だったぜ。サンドランドは天変地異の影響で地形がもろくなってやがる。同じように入り口が塞がった洞窟がそこら中にあるのかもしれんな。十分考えられる。これからの道中気をつけてみよう。そんなことよりさ、攻略本を読んでもいいんだよな。大型銃ハンターゼピュ渾身の下地流攻略本だ。心して読めよ。よーし、何何って汚ねえ字だな。窮気といい勝負ですな。おっさん、これじゃ読めねえよ。旅の道中で歩きながら書いたからな。そりゃ少しは読みづらいだろうが、そこまで言うほどじゃ。こりゃ読めねえな。だろ。ちくしょう、書き直しじゃねえか。どこまでもついてないぜ。今度は座って書けよ。ちゅ、分かってる。下地流ハントの拠点を見つけたらじっくり攻略本を書き直すさ。拠点？住む場所を探してるのか？それならスピノ町がいいぞ。スピノ町？ボロボロの町を復興させるのに新しい住人を募集してるんだ。おお。ということはまだ住人が多くねえってことだな。確かにそこなら落ち着いて本を書くことができるか。いいだろう。スピノ町とやらに移住してやる。そして攻略本を書き終えたらすぐに下地流ハントに出発だ。無理だと思うけどな。同感だ。
岩山の間を通るときは迷わないようにな。曲がりくねった道では方向感覚も失いやすい。迷いそうになったら地図で確認だね。おう、この辺りは地図でいうとサンドランドの中心に近い場所だ。へえ、じゃあここからいろんなところに行けるんだな。それがそうでもない。険しい岩山で南北の移動は容易じゃない。意外と便利ではないのじゃな。王子、たまには寄り道するのもいいものだぞ。寄り道をすることで様々な発見があるものだ。確かに、旅人が置いていったものや使えそうなものが拾えるかもしれんな。へえ、さすがプロの泥棒だな。ってどうやって生活してるんだ？作る、育てる、狩る、売る、いろいろだ。奪うというけしからんやからもいるわな。俺たちも人間から奪うことがあるぜ。褒められたことではないが、国王軍からなら構やしないさ。おじさんも結構悪いね。この辺りは王宮から近いため治安はいいが、その分国王軍が目立つ。あまり派手に暴れると奴らが飛んでくるぞ。それはそれで面白いかも。よからぬことを考えてはいけませんぞ、おじ。結構いろんな生き物がいるよな。
険な生き物は勘弁してもらいたいですな。無害な生き物も多いぞ。この過酷な環境で粘り強く生きている。人間も弱っちいくせになかなかしぶといからな。強い敵に出会った時、おっさんならどうする？そうだな、まずは相手をよく観察するだろう。動きや弱点を見極めれば効果的に攻めることができる。観察ね。今度試してみるか。この辺りは地図でいうとサンドランドの中心に近い場所だ。あー、どうしよう。困ったであります。ん？なんかブツブツ聞こえるな。誰かいんのか？この辺りは地図でいうとサンドランドの中心に近い場所だ。へえ、じゃあここからいろんなところに行けるんだな。それがそうでもない。険しい岩山で南北の移動は容易じゃない。意外と便利ではないのじゃな。見つかってしまったであります。私の命もここまでであります。何言ってんだお前。あれ、チャンカー崩れではない。当たり前だろ。俺は悪魔の王子ベルゼブブだ。あ、悪魔。へへ、ビビっただろ。ビビったでありますけど、この際あくまでもいいであります。どうか助けてほしいであります。よほどの事情がありそうだ。話だけでも聞いてやってはどうだ。しかしどこから話せばよいものか。順番にゆっくりでいいよ。私は見ての通りジャンカー崩れから身を隠しているであります。それというのも奴らの恨みを買ったからでして。逃げ回るくらいなら喧嘩売るなよ。その通りでありますが、私少々厄介な性格でして、何かを禁止されると逆にどうしてもやりたくなってしまうのであります。ジャンカー崩れの恨みを買ったのもこの性格が原因で。どういうことだ。以前国王軍に所属している時、ジャンカー崩れに襲われている正体を見つけたであります。ところが隊長はジャンカー崩れに顔見知りがいたらしく、正体の救助は許可しないと言ったのであります。そう言われるとどうしても救助に行きたくなるのが私の差が。戦車で駆けつけてジャンカー崩れを追い払ったであります。そうしたら軍規違反でクビになるわ、ジャンカー崩れに追われるわで、命からがら逃げ延びて
ここに隠れていたであります。けれどもこの廃屋が見つかるのも時間の問題。見つかってしまえば私は考えるのも恐ろしい。禁止されるとか。おい、絶対に叫ぶなよ。絶対だぞ。え、どうしてそんなことを言うでありますか。禁止されてしまったら、はあ、おい、聞いたか今の声。モスのやつはこの廃屋の中だ。見つかったであります。もう終わりであります。王子のせいですな。ベルゼのせいだね。しょうがないな。ちょびっとだけ俺のせいだし、助けてやるよ。あ、出てきやがった。待て、ボスじゃねえぞ。おいお前、モスはどうした。返し立てすると痛い目に遭うぞ。くしゃ、やれるもんならやってみろよ。頼むぞ王子。すまん、今は手を貸せない。こんなところで。はい、俺ってすごい。俺のもんだ。おい、外のやつら倒してきてやったぞ。本当でありますか。あ、これで、これで、これから私はどうしたらいいのでしょう。あ、好きにすればいいだろ。そう言われても国王軍をクビになった今、どこにも行くあてがないであります。そうなのか。行くあてがないというならスピノ町に誘ってみてはどうかな。あ、そうか、スピノ町に行けばいいんじゃん。スピノ町でありますか。新しい住人に来て欲しがってる町があるんだよ。なんと、いや、しかし自分のようなものを受け入れてくれるでしょうか。人が少ないせいで町がなくなるかもって話だから、言ってやれば喜ばれると思うぞ。そういうことであれば私でもお役に立てるかもしれません。ぜひ行ってみるであります。ここがスピノ町でありますな。皆さんのお役に立つであります。
何かしていく？
いらっしゃいませ。ありがとうございました。ほっ。やあ。何かしていく？いってらっしゃい。完成！本当に作り上げてしまうとは。なんだよおっさん、できないと思ってたのか。正直半信半疑だった。よほど良い芯についていたのだな。師匠なんていないよ。ほとんど独学、見よう見まねってやつ。実践の機会には恵まれてたけどね。なんとともあれ、これで国王軍の奴らを出し抜いて南に行けるわけじゃな。かつて反乱軍が拠点にしたこの町で国王軍にあだなすメカが作られる。何かの因果か。よし、早速出発しようぜ。メカのことで困ったらいつでも戻ってきなよ。おい、
王子、東の渓谷へ向かう前に一度南へ下ってみよう。なんで？今後のために国王軍の戦力を確認しておきたい。ほう、わかった。何かしていく？やあやあ、また会ったな。この前来た時よりも街が賑やかになった？気の、そうだ、ちょっと面白いものが手に入ったからお前にも分けてやるぞ。珍しいものを見つけたら持ってきてくれよ。俺もいいもの用意しておくからさ。アンという娘。え、私？彼女がどうしたのかな？実にいい子だと思ってな。へっへ、いい子だってさ。なんでちょっとバカにしてるのよ。何かあったのかね？いやな、ガレージで彼女が車を直しているのを見ておったのだが。心から楽しそうでな、車好きのわしまで。楽しいやら嬉しいやらでいい気分にさせてもらったのだ。見られてたんだ。まあ悪い気はしないけど。車はいいよな。俺も自分の車が欲しいんだ。おお、お前さんも車好きか。ならばジャンクの大穴に行ってみるがいい。ジャンクの大穴？ルジバのジャンカーマーケットに向かう道中の分かれ道を右に行くと、ジャンカーたちが不要品を投げ込む大穴があるのだ。そこに行けば車が手に入るのか？車そのものは難しいが、車フレームなら見つかるかもしれん。すげえじゃん、行ってみるよ。
ガーモマン。わしは国王軍とのドンパチはごめんだぞ。私も今やり合うつもりはない。あくまで偵察が目的だ。南の高台から様子を見てみろ。それにしても彼女は何者なのだろう。アンのことか。そんなのどうでもいいじゃん。私は国王軍とのドンパチはごめんだぞ。私も今やり合うつもりはない。あくまで偵察が目的だ。南の高台から様子を見てみろ。それにしても彼女は何者なのだろう。アンのことか。そんなのどうでもいいじゃん。そうだな。誰しも詮索されたくないことの一つや二つあるものだ。この辺りはどういう地域なんじゃろ。いくつかの町と国王軍の基地、それと野党のアジトがあったはずだ。国王軍に野党か。なかなか厄介そうじゃない。その通りだ。気を抜かずに進む。
岩山の間を通るときは迷わないようにな。曲がりくねった道では方向感覚も失いやすい。おう、作る、育てる、狩る、売る、いろいろだ。奪うというけしからん輩もいるがな。俺たちも人間から奪うことがあるね。褒められたことではないが、国王軍からなら構やしないさ。旅してる奴がいるんだな。彼らが利用している野営地には立ち寄っておくといい。旅人全員が共用。これは話に聞いていた以上だな。ほとんど要塞じゃないか。あの警備は早々破れんぞ。やむをえん、やはり東の渓谷へ迂回しよう。あれ、なんだよこれ。ああ、お守りだ、私の。おいおい、この人間知ってるぞ。昔有名だったセクシーテリアっていうお色気女優じゃろ。真面目に見えてもエロじじいだな、お前さん。うるさい、座ってろ。出発するぞ。国王軍とやり合うつもりだろ、おっさん。お守り。なんじゃと。国王軍とは戦わんと言ったじゃないか。おっさんは昔の借りを返すつもりなんだよ、国王軍の奴らに。そんな嘘じゃろ。30年も前のことじゃないか。ごちゃごちゃ言うな。シーフが偉そうに余計なことペラペラ喋ったからだぞ。いや、一番の目的は泉を見つけることだ。だが国王軍に阻まれれば受けて立つ。特にゼウ大将軍は歓迎してやる。パパ、戦車だ。いいぞパイク、思った通りだ。行くぞ、先回りする。これからは国王軍だけでなく、バウンティーハンターからも狙われるだろう。それって、暗もってことだよな。何ですか、王子。あんな小娘の心配をしておるのですか。別に。あいつがいなくなったら、メカを作れなくて困ると思っただけだ。スピ
ピノ町にいる限り心配はいらんだろう。だから心配なんてしてねえ。時折小高い岩場を見かけるだろう。実はその上には使えるものが残されていたりするのだ。王子のジャンプ力でも届きそうにないですな。チェ、もっと高くジャンプできたらいいんだけどな。誰？もしかしてまたお花を持ってきてくれたの？は？何言ってんだお前。あれ、お花の人じゃない？そんなの見たらわかるだろ。悪魔だぞ俺。ごめんなさい、目見えないから。一人で外に出て大丈夫なのかね。おばあちゃんにはダメって言われてるけど、どうしてもお花の人にお礼が言いたくて。お花の人というのは？いつも知らない間にこっそりお花を置いていってくれる人。何のために花なんて置いてくんだよ。わからない。だから私も知りたいの。それってもうやっぱり無理かな。ずっとは外にいられないし。そもそもこっそり来ておるなら誰かが外にいたら現れないじゃろう。そっか、いつも素敵な香りのお花をありがとうって言いたいのにな。何かお花の人の手がかりはないのかね。時々北の方からふわっとお花の匂いがすることがあるかな。なるほど、お花の人は北からやってくるということか。何やってるんだよあんたたち。うちの孫に何の用だい。悪さしようってんなら許さないよ。いや、私たちは。違うの、おばあちゃん、この人たちは悪い人じゃ。魔物は悪いに決まってるだろう。いいから家に入りな。まったく、これだから人間は。懲らしめてやりましょう王子。なんで？魔物が悪だってよく分かってていいじゃん。それよりおっさんだよ。お花の人ってのを探すつもりだろ。ああ、すまんが寄り道に付き合ってくれないか。やれやれ、しょうがねえな。そのいい子ちゃんの顔を見てやるか。それにしても暑いな。王子たちは平気なのか。まあこのくらい。ありそうじゃないか。高くジャンプできる乗り物でもあれば届きそうだな。
道に迷った時は地図を見ると良いですよ。ああ、道を間違えると戻るの面倒くさいからな。状況でも冷静さは必要だ。冷静であれば強敵にでも勝機を見出せる。俺はいつだって落ち着いてるぜ。なんたって悪魔の王子だからな。辺りは王宮から近いため治安はいいが、その分国王ナプトルのボスじゃ。ナプトルの中でも凶暴で火炎ブレスを吐いてきますぞ。素手で戦うのはおすすめしかねますな。気をつけてくだされ王子。Et il est allé se cacher. Le canard est d'en haut, il est allé se cacher sous la falaise. Trop bien, celui-là.敵との相性を見極めて適切な戦い方を選ぶとなおいいぞ。常に有利な状況で戦えば自ずと負けにくくもなる。
敵に出会ったらまず相手の数を把握するといい。敵なら片っ端からぶっ飛ばせばいいじゃん。数が少なければそれでもいいが、大勢の場合は囲まれる危険もある。難しいこと考えてんだな。全部見て回ることってできるのかな。想像もつかんな。だが興味はある。せっかくの旅だ。気になった場所は見ていくか。辺りは王宮から近いため治安はいいが、その分国王軍が目立つ。出発だね。すっげー滝。絶景というやつですな。これが水だったら水源を探すこともないのだが。ほらシーフ、水に変える魔法。無茶を言わんでください。使えませんよそんな魔法。そうだよな、行ってみただけ。まったく王子は。ちっとは楽しかったぞ。ほった。よっしゃ。どこに流れていくんじゃろうな。さあな、これほどのものは我々の理解を超えている。千年後ぐらいならわかるかな。なんでずっと砂がなくならないんだ。わからん。自然が作り出した脅威としか言えんな。
今は手を貸せない。砂は一体どこに流れていくんじゃろうな。さあな、これほどのものは我々の理解を超えている。どこに流れていくんじゃろうな。さあな、これほどのものは我々の理解を超えている。千年後ぐらいならわかるかな。できそうな場所があるな。なんだ、休むのか。休息も大事だぞ。ありがとうございました。ありがとうございました。